和家氏は、和気を、氏の名とする氏族。微前国和気軍を本拠とした豪族である。水人天皇の御子、卓石別名を祖とすると伝えられる。別氏とも書く。聖は、公から麻痺と、宿根などを経て774年に、阿村の聖が与えられた。奈良時代の和気広虫と、弟、清麻呂が、総道教に対する宇佐八幡宮信託に関する。 事件で功があって朝廷に進出し、富士の別新人から和家村の資生が与えられた。清麻呂の子、広世らは学者として朝廷に仕え、広世は和家市出身者のための大学別荘の公文院を設置している。清麻呂の逸豆松菜は参議まで昇進したが、その後は苦行を出すこともなく地下家として朝廷に仕えた。 ただし即位や作く秋当時の際に、試者を受ける特権を保持しており、戦国時代頃までその風習は続いた。和家氏の系統を引く、地下家の中で著名なのは、戦国時代から江戸時代にかけて代々宮廷遺憾を務めた以下中来家がある。江戸時代には、中来万助が若宮役業の中来一万助商店を創業し、その更新は、 私薬メーカーの仲良いテスクとなっている。また、現氏の東領、源頼地に仕えた、脇、松室をタスクが出るなど、武士となった者も,も現れた。ありがとうございます。